ここからは数々の名曲を世に送り出しました作詞作曲家そして歌手にスポットライトを当てて一人の方をリスペクトするトリビュートタイムです。今日は作詞家であり作曲家そして歌手としても活躍されました昭和歌謡のヒットメーカー中村太地さんを特集させていただきます。奈良県ご出身の中村太地さんは大阪でロカビリー歌手として活動された後に上京されまして歌手デビュー、その後は作詞作曲も手掛けるようになりましたが27歳の時に一度大阪に戻られたそうです。そのマリさんが歌われました夢は夜開くのヒットを機に再び上京、千秋直美さんの喝采や細川たかしさんの北酒場で2度もレコード大賞を受賞されました。はい、まあとにかく関西人らしい気さくな人柄で、たくさんの方に親しまれて幅広い分野で活躍されましたけれど、なんといっても千秋直美さんの喝采のヒットは衝撃でした。この作品は作曲家に転向して4年目の中村太地さんがご自身でどうしても千秋さんに曲を書きたいとレコード会社に掛け合ったことがきっかけだったそうです。そして2ヶ月ほどかけて、まあ、試行錯誤をして探し当てた中村節の結晶がこの喝采でした。今日は三河健一さんに歌っていただきます。三河さんは中村太地さんとは縁が深いんですもんね。そうなんです、一番最初の私が所属してた事務所が中村さんが在籍してたんです。三河太地さんね、はい、その昔にね歌手でデビューした時、そうそうそう、銀座の裕次郎っていうキャッチフレーズだったんです。で別にお名前いただいたわけじゃないんだけど、うん、親近感が湧くねって私がヒット出した時に喜んでくださって、うん、あそうですか、僕はあんまりヒットないけど歌手ではね、はいはい、でもよかったねヒット曲が出てってすごい喜んでくださって、そういうつながりです。なるほどね、そうなんです ねご縁があったわけでございます。そして、まあ、中村太地さんといえばですね、まあ、細川たかしさんのデビュー曲心残りや北酒場でございます。まあ、心残りというとはですね、細川たかしさんの歌声を聞いた中村太地さんが女心を歌うこうメジャー演歌にしようと決めて作った作品だそうです。ちょうど新人を育てることに自信を失いかけていて悩み大きい時期で、俺ってバカというか本当におバカさんだなと思って、その言葉を女性に置き換えてメロディーを乗せて後の詩を流れ志玲さんに託したそうなんですよね。まあ心残りは最初はですね、私バカよねというタイトルだったそうですよ。タイトルですか、あら、まさにねその生みの親なんですけれど、はい、今日はその心残りを鳥羽一郎さんに歌っていただきますけれども、鳥羽さんは中村さんの曲の魅力どこに感じられますか。いやもう不安です、うまく歌えるかどうか。あら、そんな、ええ、はい、頑張って歌ってみます。あら、はい、この明るいこの歌がですね、はい、細川たかしさんのデビュー曲になって、まあ、大ヒットしてね、そうですね、もうその後さまざまなヒット曲を出すわけですけれど、さあ石原純子さんは何を歌っていただけますか。もう大好きな石川さゆりさんのカモメという名の酒場を今日は歌わせていただくんですけども、 あのメロディーが大好きで、もう幼い時からよく歌った歌です。はい、そういう思い出が ね、あるわけでございます、はい、さあそして藤あや子さんは何を歌っていただけるか、はい、私はあずさみちおさんの、小心者という歌を、これは作詞も作曲も手掛けられてるんですけども、本当に切ない女心を歌った歌ですね。詞もねメロディーもね、はい、とても素敵な作品でございますけれど、はい、そして五木さんは何を歌っていただけますでしょうか。私はですね、シングルもそれがアルバムも含めて、まあ、何曲か作っていただいてるんですけど、はい、まあ、一番代表的なのがそして巡り合いっていう歌なんですね。そうですね、あれは荒木豊久さんの詩で、はい、そして曲を作っていただいたんですけれど、そのずっと前にですね、もう何年も前に、はい、岩谷徹子さんの詩で潮時という歌をね昭和53年ぐらいに出してるんですよ。それで当時ね、今日聴いていただいて分かると思いますけど、とってもねリズミカルな作品なんですよ。あら、私がね29歳か30になる前の歌なんですよ。それで、まあ、当時ねこの歌を歌った時にはですね、周りの歌手たちがびっくりして、はい、
どっちかというとね、衝撃的な作品を歌うことが多かったんですけど、まあ、ずっと前にあの私が待っている女を歌った時にですね、イントロが始まった時に周りにこう座っていた歌手たちが一瞬唖然としました。そうなんだこの歌はみたいな、まあ、そんなことをいろいろやってきたもんですから、まあ、この潮時っていう歌もですね、すごいインパクトがあって、そしてましてやもう岩谷徳子さんの詩というのは私にとって大変貴重なんですよ。今日はもう久しぶりに、もうそれこそそうですね、このところ何年も歌っておりませんけれど、久しぶりに歌わせていただきます。はい、はい、さあでは参りましょう。中村太地さんのトリビュートタイム、まずはこちらの曲からスタートです。一度離れた心は二度
かったのかい君のこと好きになるのが遅かったのかい他の誰かを愛した君は僕を置いて離れてゆくの遅かったのかい悔やんでみても遅かったのかい君はもういないせかい君と彼は甘い口づけは君を酔わせるかい星を見つめて一人で泣いた僕の忘れていいよ今は幸せかい悔やんでみても今は幸せかい君はもういないになり黄色き
幕が
なぜか冷たい視線を誇ら明かりが潮時なんだわ。私綺麗に身を引くわ。誰にも会いたくないの。一人で好きにしといて。ダメよダメよ。一人になったら足まで冷える。ここが女の潮時なんだわ。私綺麗に身を引くわ。涙どうして熱いの。誇ら明かりが潮時なんだわ。私綺麗に身を引くわ。さよなら冷たいライター。恋
菓子を焼きすぎた。いやよいやよ、昨日がなければ幸せなのに、ここが女の潮時なんだわ、私綺麗に身を引くわ。ああこんな話は二人でするものでしょう。ダメよダメよ、一人になったら足まで冷える、ここが女の潮時なんだわ、私綺麗に身を引くわ。